血清相タンパクとは、血清中に含まれているタンパク質の濃度を測定したものである。血液を採取して行う臨床検査の一つであり、検査結果は、血清1デシリットル中にタンパク質が何グラム含まれているかなどで表記される。血清相タンパク質、相タンパク質とも表記される。血清相タンパクは、生化学検査の項目の一つである。 生化学検査の分野では、単に総タンパク質と省略して表記される場合もある。さらに、英語の頭文字を取り、TP と略記される例もある。血清中に含まれるタンパク質は多種多様であり、様々なタンパク質が日々血液中を巡っている。ただし、人の場合、これらのタンパク質の中で特に多く含まれているのは、アルブミンとグロブリンである。なお、グロブリンは、 アルファ1、アルファ2、ベータ、およびガンマグロブリンで構成されている。これらの核分は、飼料中のタンパク質を電気栄動にかけることで、定量することができるものの、これには、高価な分析装置と、電気栄動のための時間を必要とする。これに対して、血清層タンパクは、血清中のすべてのタンパク質の合計を一緒に、推定するため、より早くより安価に調べられる。 血清タンパクを測定するための伝統的な方法はビューレット反応を用いた手法である。ただ、この他にもケルダール法、色素結合及び屈折率測定などの他の物理科学的方法が利用可能である。測定が比較的簡単な検査項目なので、血液資料の自動分析装置の普及の伴い、他の血液に関する臨床検査項目と同時に、 測定され、結果が表示されるようになってきた。血清相タンパクの検査結果も、他の多くの臨床検査項目と同様に、分析機器などによって、たとえ同じ血液資料を分析したとしても結果が異なることもある。したがって、血清相タンパクの基準範囲も一概には言えない。ものの、通常6 0ムデシリットルからグラムデシリットル程度である。 他の多くの臨床検査項目と同様であるが、通常は他の臨床検査の結果や症状や病状の経過なども合わせて結果の解釈を行う。従って、あくまで血清層パクの値だけで解釈ができるわけではないものの、以下に解釈の例を挙げる。血清層パクは血清中のすべてのタンパク質の濃度を調べているだけであって、 総量を調べているわけではないので、例えば異常発汗など何らかの理由で血液中から水分が喪失した場合は、本来よりも血清総タンパクの値が高く出る。もちろん、食事の影響も受けるため、これらも加味する必要がある。このため、一定した条件で測定するために、血清総タンパクの測定には、早朝起床時に血液を採取することが望ましいと、される。 健常人ではアルブミンが血清層タンパクの半分以上を占めることが知られている。血清層タンパクが基準範囲より低値の場合は、例えばアルブミンをはじめとする様々な血清タンパク質を合成している肝臓の機能が何らかの肝疾患の結果として低下していることが考えられる。他にも低栄養状態であることが原因で低下している可能性もある。 また、腎臓から本来はろ過されないはずのアルブミンが尿中へと漏出してゆく、ネフローゼなどが原因で低下していることも考えられる。他にも、タンパク漏出性胃腸症などで血液中からタンパク質が漏出している場合に低下が見られることもある。これらとは別に妊娠の結果としてやや低下することもある。なお、グローブリンは免疫に関わっている。 タンパク質類だが、ごく稀に、血清層タンパクが少ないことが、免疫不全の兆候だという場合もある。血清層タンパクは、脱水症の結果として、他に一切の疾患を抱えていなくとも、単に血液中の水分が減少して、相対的に血清中のタンパク質の濃度が上がったために、血清層タンパクが基準範囲より高値になる。したがって、この場合は、 飲み水するなどして、血液の濃縮が解消されれば、値は低下する。ただし、異常タンパク血症、保持菌リンパ種、白血病、免疫グロブリンの増加を引き起こす、あらゆる病態の結果として、高値になっている場合もある。他にも、C677T 電子突然変異において、一般的に上昇することも知られている。血液検査の参照範囲、 結晶中層タンパクト他の結晶成分、ありがとうございます。